そしてヒデさんは音楽を志す若者たち、インディーズバンドへも良き兄貴として応援のエールを送り続けていました。ステージ上のことかな、多分ステージ上のことを言ってるんですよね、うん、ステージ上はでもよくあの X とか、僕が入る前の X とかって割とガンダムみたいな衣装着てたんですよあのここになぜかパイプとかついてたりとかする人たちがいて、みんなでも自分で作ってましたよ。なんかあのガラスの破片とか、うん、あの冷蔵庫の後ろにパイプとかほらついてんじゃないですか、ね、ああいうパイプ持ってきてつけたりとか、うん、なるほどね。リストバンドとかもなんかみんな僕も自分で作ってましたしね。あ、そうですか。だからね、あのツアーとかに出ると破れるんですよ、いっぱいね、うん、みんなだからこうやってやってますよ。例えばまあヒデさんみたいなメジャーな人の場合は、はい、ローリーさんとかすぐこう駆けつけるんですけど、うん、インディーズの場合はもう一人でやってるじゃないですか、はい、ヒデさんもかつてはそんなことありました？いやもうガンガンありましたよね。ガンガン、だから結構対バンとかインディーズの時とかあるじゃないですか、だからその分だからあの良い対バンだったらギタリストがポンとかしてくれたり、ね、うん、その人格も問われたりしますよね。嫌なやつだったら誰もなんかこうざまざまって思われがちですよね。音楽にもやっぱり人格が必要なんだ。結構ありますよね。だからそう、あの外面は結構ブワーとかやっててもいいんですよ、ステージ上では、うん、だけどやっぱり楽屋入ったらよろしくお願いします、あとは先輩とかにやっぱりちゃんと挨拶してですね、わかりました、勉強させていただきますと、今日勉強させていただきます、はい、ギターのトラブルで考えられることなんかありますか？そうですね、私がまだインディーズだった頃っていうのはそんなに普及してなかったんですけども、あのこのコードレス、うん、コードレスの、トラブルっていうのはすごい多くて、あの僕あのよくあったパターンだとこうやってガーやってるじゃないですか、ジャッとブレイクするんじゃないですか、こうやってかっこいい、ブレイクして曲中でブレイクしたら、はい6号車6号車ってあのタクシーの無線が入ってるんですよそれ本当あるんですよ、そう結構間抜けにラジオが入ってきたりとかそういう時は消せないよ。だからもうどうしようもないんです。それももう結構シャレでみんなに笑ってもらうしかないんですよ。どうしようもないですけどね。でトラブルシューティングは先ほども言いましたけど、なるべく多くインディーズのうちに経験しておくというのがすごく大事なことだと思います。なるほど、はい、マニュアルのないところになんかこう探して、あここが空いてるっていうところでやってるところがすごい楽しかった気がするんですよ。でもなんかこうあのだから皆さんもインディーズの方もだからそういう感じでやっていくと結構なんか人より抜きんでるってことができるんじゃないでしょうか。だからあの、前に道のあることをなぞってもなんかワン&オンリーにはなれないということをやっぱり、うん、こんなヒデさんの言葉に勇気づけられたインディーズバンドも数多くあったんでしょうね。